ナイル殺人事件は1978年のイギリスのミステリー映画。監督はジョン・ギラーミン、主演はピーター・アイ・ウスティノフ。原作はアガサ・クリスティのエルキュール・ポアロシリーズの一作、ナイルにシス。第51回アカデミー賞において衣装デザイン賞を受賞した。アメリカ生まれの美女リネットは巨額の遺産相続人となった。リネットは 旧知の親友、ジャクリーンから相談を受ける。ジャクリーンの婚約者であるサイモンが失業し、生活に苦しんでいるため、手を貸して欲しいとの要望だった。リネットは、サイモンと会うが、その直後に彼女は、サイモンとの電撃結婚を発表する。いわば略奪婚だった。今や、若き富豪となった夫妻は、新婚旅行で、エジプトに赴くが、行く手に、 ジャクリーンが姿を現した。ジャクリーンは、ナイルの川下りを楽しもうとする夫妻と同じ、豪華客船に乗り合わせ、ことあるごとに暴言を浴びせるなど、妨害行為を繰り返す。リネットは、船の乗客に、旅行中の私立探偵ポアロがいることを知り、ジャクリーンを遠ざけてほしいと頼む。だがポアロは、依頼を受けなかった。一夜が明けた朝、リネットは銃殺されていた。 J のケツ文字が残されていたことから、ジャクリーンが真っ先に疑われたが、彼女にはアリバイがあった。そして船内には、他にも怪しむべき人々がひしめき合っていた。リネットのおじで財産の管理者でもあるアンドリュー、リネットを彷彿とさせる、登場人物をネタに小説を執筆した作家、サロメ、サロメの娘で、リネットに嫉妬心を抱くロザリー。 リネットの真珠のネックレスを欲しがるバンスカイラー。リネットに、ヤブ医者呼ばわりされた医師のベスナー。いずれも、リネットと揉め事を起こしていた。さらには、メイドのルイーズはリネットに、自身の結婚を破断されたと信じているし、看護師のミス・バウアーズは、父が、リネットの祖父に破産させられていて、社会主義心派の学生ファーガスンはそもそも、ブルジョア階級を憎をしていた。ポアロは、 旧友レース大佐とともに、戦場で操作を開始する。カッコ内は日本語を吹き替え吹き替えその他、バンオさむ、杉田敏也、ゴーリ大庄司治三男テレビ初放映、テレビ朝日、日曜洋画劇場1981年10月18日、賞味120分角川から発売の BD に、収録当初、フランソワトリュフォー監督に依頼が寄せられたが、 イギリスからの電話を受け取ったプロデューサーのアラン・バニエが相手の態度が失礼だと怒って断った。1978年12月9日、東方東和配給により全国公開された。サイのフィルムはエンディングの楽曲がサンディのボーカルによるミステリーナイルに差し替えられた。この曲は日本独自のイメージソングであり、2位のロータ作曲による 呪状的な BGM 及び本来のエンディング曲とは相入れないアップテンポなポップスナンバーだったがサビがテレビ CM で印象的に用いられたこともあって人々に受け入れられ工業的成功をもたらすとともにシングル版もヒットした。よって以後のクリスタル殺人事件地中海殺人事件でも同様にエンディング曲を女性ボーカルのポップスナンバーにする。 改変が行われた。差し替えられたミステリーナイルは本来のエンディング曲とは出だしのタイミングが異なりラストシーンでポアロがレース大佐にセリフを告げ終わった瞬間にイントロが始まる。本来の2位のロータ作曲のエンディング曲はセリフを言い終わらないうちに始まる。よって音声トラックと 音楽トラックが分離しているマスターを使用しなければ、東方東和版と全く同じエンディングの再現は不可能である。エンディング曲の差し替えと並行し、エンドクレジットの途中で、これからご覧になる方のために、結末は決して話さないでくださいというキャプションが表示される改変があった。結末は決して話さないでくださいのフレーズは、テレビ CM のキャッチコピーにも使用され、 話題になった。現在発売されている日本版 DVD は本国版によるもので上記のエンディングの改編は行われていない。日本版ポスターのみ夜間にライトアップされたギザのピラミッドやスフィンクスが大きく写真で掲載されている。このシチュエーションは映画本編には登場しないが公開の1年前にヒットした007私を愛したスパイに 同様のシーンがあり、流行に乗る形で、注目度の向上に結びつけようとしたものである。映画の成功によりこれも、慣例として踏襲され、クリスタル殺人事件は、ロンドン郊外の牧歌的な農村が、舞台にもかかわらず、夜間にライトアップされたビッグ、ベンや国会議事堂の写真が大きく掲載された。今日では議論の対象となるであろう、広告の方針であるが、 当時は、乱暴でも映画に登場しない、マテン天ーが、ポスターのメインに描かれるなど、東方東話の宣伝の上等手段だった。ロッテントマトズによれば、12件の評論のうち75、75%に、当たる9件が高く評価しており、平均で10点満点中6.23点を得ている。アルシネマは、クリスティ推理劇の醍醐味が存分に堪能できる、推理映画の傑作。 文句のない第一級の推理映画と評価している。2004年、ナイル殺人事件の題名で、東方で舞台化された。演出は、山田和也、上演台本は、橋本24、キャストは、北王子金谷、岩崎義美、小林高鹿、森保幸淡路恵子友井和明松田香堀愛香戸井田実、安原義人、青山達造、劇場は、 ルテアトル銀座、ありがとうございます。